では今後の話をしようか。大事な話がある。うちのテレスティアとエリックのところのシルクをもらってくれないか。とりあえず今は婚約者としてじゃな。婚約者ってどうして？だってお前は馬車の中では腕を組み、しかも一緒に寝たそうじゃないか。そうなってしまっては他に嫁に出せないよね。の娘じゃ不満だというのか。婚約するな。責任は取ってもらうよ、カイン君。どうしよう。ふい。ありました。よく受けたまわりました。3人で体を寄せ合った日々が忘れられません。あの夜、体を寄せ合った日々。ベッドの位置が、ベッドの位置、カイン君、少しはわきまえなさい。